近年急増する凶悪犯罪、その犯人検挙及び全容解明のため、科学警察研究所法医第9研究室は MRI 捜査を開始した。取り出された犠牲者の脳から見えてくる映像は、被疑者だけでなく本人のあらゆる記憶をさらけ出していた。ポリエステルのゴミ袋に入れられた男の手足が公園の茂みから発見された。その翌日、近くの林から胴体が、続いて川から頭部が発見された。切断面は鋭く、凶器は鋭利な刃物だと見られ、目も何かでえぐるように潰されてる。被害者は若者たちに人気のスニーカーブランドの社長、有島圭介と判明。その日、有島は泥酔して帰宅する途中、路上でいきなり何者かに後頭部を殴られ転倒。これでラストカットです。靴戻して。はい。そう、ここハイヒールか。ひでえことする女だ。でも女性が男の遺体を運べるでしょうか。できますよ。運ぶのに困ってバラバラにしたとも考えられる。諸君、この被害者だが、消息を絶ったのはある女性宅からの帰り道らしい。相手はホステスらしいがね。有島圭介に家族は？新婚の奥さんがいるよ。不倫か。それよりハイヒールだ。もう一度よく見てみろ。はい。そこだ。ああ、これフランスのブランドですよね。雑誌に出てました。確か銀座の店でしか使ってませんよ。そうね。つまり量産品じゃない。とにかく今回の被害者はマスコミにも登場するカリスマ社長だ。世間の注目度も高い。迅速な解決を頼むよ。もうちょっと前を見てみよう。1時間前。はい。意外と幸せな死に方だったのかもしれませんね。出ねえな。どうしたんですか？ここんとこなかなか連絡がつかなくてね。確かデザイナーでいらしたんですよね、奥さん。まあそんなもんだ。綺麗な方なんでしょ？聞いてますよ。いや、どんな顔だったかな。こっちも御前様、あっちも泊まり込みが多い。忘れちまったよ。またまた。そりゃないでしょう。とっくに不倫でもしてるんじゃねえかって思うこともあるがね。こっそり奥さんの携帯見ればわかるんじゃないですか。あ、君は彼氏にそういうことをしてんのか。当然です。秘密は禁止ですから。
でも大概ロックしてあるだろう。ロックを解くのは簡単だ。個人の暗証番号の 53% が生年月日と住所から類推される数字でね。その通りよ。それから好きな食べ物、好きなキャラクターやペットの名前の語呂合わせなどを考える。ん？おお。嘘に出しちゃったんだよね。そうなんですか。久しぶりに部長に怒られたよ。あれが有島の愛人？間違いなさそうです。いらっしゃいませ。本日ご指名は受けたまわっておりましたでしょうか。ちょっと君。はい。あそこの席の明るい子だけどね、こんなハイヒール履いてるの見たことないかな。ああ、真由美さん、たまに履いてますよ、それ。本当かい。目立つから嫌だとか言ってましたが、大切なお客様にプレゼントでもらったからとかで。プレゼント？そのお客ってこの人じゃないですか。主人がこんなことになるなんて。あの、誠にお聞きしにくいことなんですがね、ご主人にはご好意になさっている女性がいたようですが。浮気相手のことですか。まあ、そのホステスのことなら知ってます。主人の携帯を見ていましたから。え？一度会ったこともありますわ。主人と食事をしている時でした。そこへ主人の秘書の方と一緒にお店に来たんです。で、その時ホステスとはどんな話を。いえ、それが秘書の方ったらすぐにその人を帰らせてしまいました。もしや犯人はあのホステスですか。あ、いえいえ、そういうことではないんです。そうですか。お茶でもお入れしましょうね。ああ、どうぞお気遣いなく。どうしました。これ見てみろ。外国ですね。パリ、新婚旅行でしょうか。違う、足元だ。あ、この女性二人が容疑者だというのか。有島は愛人の小島真由美と妻の沙織に同じハイヒールをプレゼントしていたようで。室長、岡部さん、今有島の映像を見ていたんですが、ちょっと来てください。赤いハイヒール。これが有島の秘書、尾上美恵子です。何？ちなみにここは有島の社長室です。彼女は二人目の愛人ってとこか。でもさすがにオフィスで愛人にプレゼントは渡さないでしょうね。他の社員の目もありますから。ってことは口説いてる最中か。軽くあしらわれているってところかな。ハイヒールに関する記憶を見る。反応するシナプスは OK。 これ3日後。あ、これって。ああ、有島沙織が話してたレストランだ。ホステスと秘書が一緒に入ってきたっていう。そうか、秘書がホステスを逃がしたんだ。証言通りです。何と言ってる。偶然ですわね。いつも主人がお世話になっています。ご一緒にいかがですか。型通りだな。秘書の答えは。その前に私ちょっとお化粧室に。それじゃあ私も一緒。なんだ、一緒にトイレか。奥さん、探りを入れるつもりだわ、夫の女性関係に。無理だ、この秘書は口を割らない。おい、見てみろ、足元。二人とも赤いハイヒールだ。マジな、奥さん気づくよこりゃ。旦那さん生きた心地しないでしょうね。もう死んでるけどね。飛ばしてくれ。はい。
奥さん、特に変化ないですね。顔には出さんもんだ。それが一番怖い。ただいまと。ん？生年月日、好きな食べ物、好きなキャラクターか。なんだっけ。奥さん。刑事さん。いや、ちょうど通りかかりまして、偶然ですね。おお、可愛い靴だ。ここのハイヒール、主人がよくプレゼントしてくれたんです。ひょっとして新婚旅行で履いてたやつですか。え？リビングのお写真に。でもあれなくしてしまったので、もう一足買いに来たんです。私に何か。いや、警察の方ですか。わかりますか。お仕事柄でしょうけど、目立たない靴を履いてらっしゃるから。これはお目が高い。さすが靴屋さんの秘書さんだ。ええ、でもそれも過去のことですわ。会社とは期限付きの契約だったものですから、ボスを失って今は失業中です。新しい就職先見つけなくちゃ。疑っては見たものの、秘書の美恵子には動機がない。あんなボスでも大事な上司だった。だからこそ彼女は不倫の尻拭いでも抜かりなくやらなくてはならなかった。直樹、殺人が許せないのは人一人の命を奪うからだけじゃない。なんです、急に。被害者だけでなく周りの人間の人生も狂わせる。生きている人間の今があるのは互いに支え合っているからだ。そうですね。その日常が突然打ち切られるんですから。奥さんの車だ。コンビニで買い物でしょうか。男と待ち合わせでしたね。よし、おい、後をつけろ。まずいですよ、岡部さん。ラブホテルです。構うことはない、行け。行くんですか。あの若いツバメの顔を拝んでやらにゃ。でも岡部さんの面割れてんじゃん。キャラ変えていくよ。ほら、ちょっと我慢しろ。すぐに気持ちよくしてあげるから、青木くん。ありえない。別れた方がいいって沙織、まだそんなこと言ってんの。ねえヒロト、分かって。私今でも夫に悪い気がしてるのよ。もうとっくに死んじゃってるじゃないか。そうでなくてもあの女たらしに今さら何を思ったって無駄だよ。容疑者は男？はい、我々は赤いハイヒールを履いているのは女だとばかり思っていました。ですがこれ見てください。これはあるホストクラブに貼られていたスナップです。そこのホスト本村博人は客の女性に
遊びで女の服を着せられ、それ以来女装で人気者になった。その本村博人は有島沙織と愛人関係にありました。金満家で女たらしの有島圭介に沙織を取られてたまるか、これが動機ですね。岡部さん、大変です。本村博人が死にました。なんだって？部屋はあの3階なんだな。はい。あんな中途半端なところから飛び降り自殺するなんてどう考えてもおかしい、うん、こりゃ他殺だな。岡部さん、ありました。このハイヒールの先端からは亡くなった社長の血液反応が出た。一見すると不倫の果てに相手の旦那を殺した若い愛人が後悔の末自殺をしたかのように見える。だが汗の成分解析でこのハイヒールは奥さんの履いていたものだと分かった。男の部屋から出た髪の毛も DNA 鑑定の結果同一人のものと判明した。愛人の男を窓から突き落とした後、犯行に使用した自分のハイヒールを部屋に置いたのだ。犯人は有島沙織だ。部屋から愛人の髪が出るのは当たり前だし、ハイヒール以外に彼女に結びつくものは何も出ていない。一家に任せていればそのうち出るよ。逮捕し立件する。こんにちは。何しに来たの？あら、ずいぶんね。あんなに愛し合った仲なのに。着替えを持ってきてあげたわ。あなたが私の部屋に忘れていったのがあったの。よかったわ。そのおかげでこうしてあなたと二人久しぶりにゆっくり話せるんだもの。あの男の子、気の毒だったわね。まさか、あなたが！これでもう、あなたは逃げられない。死刑になる日まで私のもの。そんな！あなたがいけないのよ。私から逃げようとするから。あの日。私を捨てたでしょ？私ちょっと、お化粧室に。それじゃあ、私も一緒に。偶然だったけど、ここで会えて嬉しいわ。私たちが愛し合ってるなんて、間抜けなボスは気がつかないでしょうね。やめて、主人のことを悪く言うのは。何よ、散々裏切られてるくせに。今日はどうしてあの女と一緒だったの？仕事よ、接待の仕込み。何、嫉妬してんの？いや、やめて。もう私たち終わりにしないと。私は夫を愛してるし、あなただって職をなくすことになるわ。何よ、偉そうに。じゃああの若い男は何？彼とも別れるわ。嘘嘘、あなたは私と同じ。一人じゃ生きられないのよ。いいわ、別れてあげる。その代わり、私、あなたからすべてを奪ってやる。あなただったのね、二人を殺したのは。さあ、また来るから、その時に教えてあげる。あ、その必要はない。誰？警察です。どうも。あなたが犯人である裏付けを取るのに時間がかかりました。有島圭介と本村博人を殺害しましたね。どうして私がそんなことを？それは今あなたが話した通りだ。秘書のあなたには社長宅の鍵をコピーすることなど簡単なことだった。沙織さんのハイヒールを盗み出し犯行に使用した。そしてそれを本村博人の自宅に置いた。どうしてそう言い切れるの？本村の脳が見ていたんだ。
沙織さんと別れて傷つき泥酔した本村博人をあなたは待ち受けていました。ねえ、拾ってくださいます。あなたは本村博人を巧みに誘惑しテラスから投げ落とした。でも MRI は証拠にならないって聞いたわ。本村のマンションからはあなたの毛髪が採取されてます。あなたの自宅を家宅捜索すれば有島社長の血液反応が出るでしょう。死体をバラバラにしたでしょうから。すごいわね。以上だ。地検に報告してくる。あ、お疲れ。どうも。ああ、分かったのかい？奥さんの携帯、暗証番号。いや、分かんなくていいんだ。それより、今夜はかみさん食事に誘うよ。そりゃいい。Bye.